が回復したぞ。極移動は回避された。恐怖は去った。我々は助かったんだ。狼の紋章がクロノス製のポールシフトを食い止めてくれたんだ。お父様はこの日が来るのを知っていたのね。だからクロノス製の各地を旅して回りながら狼の紋章を残していってくれたんだわ。兄さんも喜んでるわ、きっと。いやー、寝過ごすところだった。よう、ドリル、出発の準備はできたか？他人の心配するより、女性関係整理したの？エージェットの旦那。武士に女はいらん。無理しちゃって。打ち上げ30分前、搭乗員は所定のブロックに急いでください。5分後にハッチが閉まります。ギャンドラーとの長い戦いは終わった。だけど、私たちの旅は終わっていない。闇に支配された世界に光を取り戻すために私たちは旅立つことになった。ジェットさん。アバヨルリー、俺はジメジメした別れは嫌いだぜ。発射10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、点火。レイナ、次元を超えるときは何が起きるかわからない。覚悟はできてるな？はい、兄さん。もしかしたら次元の力で俺たちの姿や記憶も変わってしまうかもしれないぞ。それでもいいんだな？たとえ体が死んでも心は死なないってガルディ兄さんも言っていたわ。大丈夫よ、どんな姿になったって。私、ロム兄さんなら見つけられるもん。俺もさ、レイナ。次元転移装置オープン。行くぞみんな。ロム兄さん。レイナ。どんな番組にも必ず終わりは来る。人それを最終回という。長い間クロノスの大逆襲を応援してくれてありがとう。でも安心して、マシンロボはぐーんとパワーアップして新シリーズに突入していくから。ちょっとその前に俺たちの仲間をバッチリチェックしてみようか。次回マシンロボクロノスの大逆襲、鋼鉄の戦士マシンロボ軍団。みんな、新シリーズまでもう少し待ってくれよ。